クイーンカッコカリでお送りします。タランの2人とも話したんだけどさ、まさかこの年になってこんな YouTube で遊んでるとは思ってもみなかったらしいぜ。まあ俺もそうだけどよ、こんなところでマスコットとしてこき使われるなんて夢に曲がってるよ。てなわけでスマイルミュージック第19回スタートします。はい、よっけん。I could hide beneath the wings of the bluebird and the things. The 6 o'clock hour never rings. Bicycling, yes, and the ride wipe the sleep out of my eye. The shimmering red cool the anything.Now you know how happy I can be. Oh, under the time, start and end, with a dollar I want to spend. How much, baby, do we really need? Sheila Sleepy Jim, oh.ユニットサランのケンジとリノです。はい、どうも。お久しぶりでーす。お久しぶりでーす。1週間ぶりでーす。はい、今日は、はい、サランスマイルミュージック、はい、19回目、ね、そういうことです。当てたよね。当てるよね。19回目を迎えました。はいそして、はい、そして今日のテーマは、はい、今日のテーマは難しいテーマです、ね。重いね。重いね。人生です。生なんでなんで人生、いや、クリクロ作だね。誰がこのテーマを考えたの？誰、2人で考えた？私考えてない。違うよ、あのやる曲が先に決まったんだよ。そうだね、そうやる曲がこれとこれをちょっとやろうと、はい、いうふうに決まって、じゃあこれの共通のテーマを考えようと、はい、いうことで考えたら何にも出てこなかったね。今ね、1曲目に、はい、デイドリームビリーバーをやりまして、やらさせていただきまして、はい、この後に、はい、この後に
やるのはオリジナル曲の人それぞれというのをやらさせていただくんですけども、はい、その2曲を考えたら、はいはい、人生になってしまった。どうしてだからデイドリームビリーバーって、うん、今和の京志郎さんが、日本語バージョンで歌ってるやつはあるんですけれども、はい、あの歌詞と実際のその英語の歌詞原曲の方の歌詞って、はい、全く意味が違うのよ。いや訳した時の意味、そうそう、直訳っていうか英語の歌詞をそのまま日本語になんとなく訳したんじゃなくて、あの歌詞ってね確か岩和の京志郎さんが全く全然別の歌詞に書き換えたんだよね。でデイドリームビリーバーっていうあそこだけを残した歌詞なので全く意味が違う。英語の何歌詞の方が歌詞の意味は人生っぽいっていうことなの。人生っぽいっていうかあのダメダメ男くんなんだよね。ダメダメ男くん、ダメ男くん、あなたや、いやそうそう俺みたいなデイドリーム、まあその日暮らしね、まあまあまあとりあえずあの生きていければいいやみたいな、ダメ男なんです。なそういうダメ男クイーンっていうやつ。あクイーンだあのあの中受けて頭の中で今いろいろ考えるとであの中に出てくるクイーンっていうのは要はあのできる女子っていう感じで、できる女子とダメダメ男くんが一緒に生活した時にダメダメ男子にお前そのままで大丈夫なのかっていう、お前そのままで大丈夫なのか、そうそういう歌そういう歌お前その現状分かってるっていうような分かってんのか、はい分かってますっていう歌っていうようないい例があったね。そう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 っていうような感じなのでね、あのしっかりしろよジーンっていうね、うん、あのしっかりしろよケンジー、そうそうそういう感じなのよなので本当にだからそういう感じの詩なので、まあねその日本語バージョンのを聞くと、うんうん、あれよね、どうして人生に結びつくのっていう歌詞だけども元の英語歌詞だとそういうこと、そういうことだから、まあまあ新しいその結婚しようかなっていうその恋人同士の要は生活感だよね、生活のスタイルっていうところがまあその新しい人生のスタートみたいな感じ、はい、人生につながるんじゃないかなと。タイトルあれだね、はい、ダメ男クイーンにすればよかった今聞いてて思ったわあじゃあそうする、いつかそんなのもやりましょう。でもでも次にやらさせてもらう人それぞれはそういう歌じゃないもんね、うん、あそうね、ダメ男クイーンっていう歌ではないから人それぞれっていうオリジナルがあるんですけども、これ説明は、ね、作詞をしたあなたから、はい熱く語っていただければいいかな。あそう、ライブの時は私がいつもね説明して貸していただくんですよ。なんか今俺すっげー油断してたんだけどいやこれもリロさんが話するから俺はへーへーふんふんとかって言っときゃいいやと思ってたんだけど、たまにはやってみたらそうやって言われまあ長くならないようにね。長くなるよでしょ。で俺が喋ると長くなるからな。そうライブの時は私があのまとめてこう喋るという風にしてるんです。そういう決まりね。そうなんです。そういう決まり。そういうルールを作りました。そうそうなんですよ。はい、あのケンジさんにね喋らすと永遠と語りつつ。そうなんですよ、ね。長いんですよ。長いですからね。十分ぐらい平気で喋ってますからね。みんな消すよこっち。もういいよって。いやわかんないよ意外に意外に。じゃあやってみる。ここから10分喋り続けてみる。私休憩してくるわ。いや10分は全然違う話だよ。まあね、まあ人生についてというか、はいはいね、うん、歌詞を本当にねじっくり聞いていただければ、まあそのままのことを私もライブの前に話させて、まあ、制作秘話みたいなのがほら喋りたくなってきたぞ、はい、どうぞがありまして、スタートがありまして、だって嫌な顔するんだもんまあまあ細かく話するとね、どうもあれだから要は人生生きてくるといろんな人いるわけですね。あのツイキャスでもやっておりました私たちも。でその中でいろんな人いるわけでやっておりますね、やっておりますよね。であの中にいろんな人来るのよ、いろんな状況の環境の人たちが、ね、でもそんな人たちがこういろいろ来てもまあまあね、うちらのチャンネルって音楽やってる人が結構来たりするので、はい、それぞれね、いろんな生活があってそれぞれの環境もあるのに、はい、いろんな歌があるんですけど、やっこった顔しながらちょっとあの喋る気がするからあれだよね、まあいいや、やめたまあそれぞれそれぞれ違いますね、うん、と、はい、住んでるところとか、はい、性別とかっていうの歌詞にそのまま出てきますけども、はいはい、でも結局みんな幸せになりたいですよね、はい、止まっちゃったよ、笑ってたいですよねという歌です。聞いてもらうのが一番早いかもしれません。そうだね、オリジナル曲で人それぞれです。です。聞いてください。
それぞれの道があって、それぞれの歩き方がある。それぞれの生き方にはそれぞれの理由があって、それぞれの考え方にはそれぞれの主張があって、それぞれの恋人がいて、それぞれの愛し方がある。でもね、向かうとこにはあなたの笑顔があって、それが見たくて今を生きる。顔や声も住むところも仕事も違うけれども、どこかで一つになれてるこの瞬間がとても大切で、今ここにあなたがいてくれる、ただそれだけで私は幸せになる。それぞれの人が決めることで、それぞれのできることにはそれぞれの大きさがある。それぞれの伝え方にはそれぞれの手段があって、それぞれの人間にはそれぞれの命がある。でもね、あなたの夢があって、それが見たくて今を生きる。好きなことも性別も歌う声も違うけれど、どこかで一つになれてるこの瞬間がとても大切で、ここにあなたがいてくれる、ただそれだけで私は幸せになる。あなたも幸せでありますように。スマイルミュージックの方はいかがでしたでしょうか。この動画を見て楽しかったなって思っていただいたあなた、ぜひぜひ評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方はこちら、おすすめ動画の方はこちら、またコメント欄に感想などもいただけたら嬉しく思います。では来週もまたお会いしましょう。